瀬戸康史の動画。ちょっすー。こんちはっすー。こんちはっすー。こんなもんでいいかな。はい、ということで、中学生 YouTuber。はい、ということで、中学生 YouTuber、瀬戸っちだ。こんにちは、中学生 YouTuber、瀬戸っちだよ。違うな。こんにちは、中学生 YouTuber の瀬戸っちだよ。はい、というわけでね、今日はこれを紹介していきたいと思いまーす。はい。じゃじゃーん。今日紹介するのは、お水。お水でーす。これ意外とさ、他のさ、YouTuber の人たちってさ、なんか結構カメラとかやってるけど、意外とね、お水ってね、なんか盲点だと思ってるところがあって、僕としては。別にお金、別にお水とか買える、普通にお小遣いとかあるから、お小遣いとか月3000円もらってるから、別にそんな余裕で買えるんだけど、一応お水やってる YouTuber ってあんまいないから、お水ちょっと紹介しとこうかなと思って。じゃじゃん。北アルプスのアンクモリアの、清らかな天然水でーす。はい。ということで、早速こちらにも入れてみました。水飲んでいきたいと思います。それでは、瀬戸っちの商品レビュー、スタート。違うよね。こういうことじゃないの分かってる。こういうことじゃないのはすごく分かってるんだけど、でも一応そういうなんかキャッチーなことってなんか、子供の人たちもやっぱ見てなかったから、やっぱり子供とかって普通になんかこうやって喋ってるだけじゃダメじゃん。なんか、だから、おいっちー、あいっちーね、みたいな。石塚さんとかがやってる、マイウーみたいな、そういうね、キャッチーなやつ入れていかなきゃいけないかなと思ってやってるやつ。ピーン、ピーン、ピーン。これメガネどうかな。なんか、学校でさ、おじいちゃんみたいって言われるんだけど、でも俺、視力悪いからさ、ゲームのしすぎて視力悪いからどうしたらいいか分からないんだけどさ、これ撮った方がいい。撮った方が、女の子たちに可愛いって言われるんだよ。でも、可愛いって言われるのすごい嫌なの。俺、可愛いって言われるのすごい嫌なの。やっぱかっこよくなりたいじゃん。かっこよくなりたいから、可愛いって言われるのすごく嫌なの。いつまで動画撮ってんだよ、おめえ。ね、YouTuber はもう10秒だけでしょ、つってるよ、おめえ。ごめんパパ、もう YouTube やめるから、YouTube やめます。ごめんなさい、パパ来たんで YouTube やめます。それでは、バイバーイ。たくやてめえよ、YouTube ばっかやってねえで、ちゃんと学校のお勉強しろよな、おめえ。ちょっとパパ、言いすぎだって。あなた、瀬戸っちは YouTuber やりたいってやってって言ってるんだから、YouTuber やらせてあげた方がいいわよ。YouTuber やらせてあげたら、そのうち、パパとかお母さんとかよりもいっぱいお金稼ぐかもしれないんだから。やりたいことはとりあえず YouTube やらせて、一応点数は悪くなっちゃダメだけど、すね、点数とかも、じゃあやらせてあげた方がいいと思います。たくパパったな。はい、ということで今回のセットチチャンネルどうだったかな。お父さんは怖いけど、お母さんはとても優しくて、3人和気あいあい暮らしますということで、いいと思ったらチャンネル登録してみてね。インスタグラムとかフェイスブックとかツイッターとかスナップチャットもやってます。ということで、さよならセットチ。瀬戸康史の動画。はい、ということでどうもこんにちは、瀬戸康史でございます。ちょっとね、茶番みたいなね、劇をいきなりお送りしましたけれども、今回はこれなんですよ。これね、今これまあこんなになってますけれども、スナップチャットっていうね、俺も使ったこと、今回これ撮るために初めて入れたよ。じゃあもうちょっと俺これこれにしようかな。うわぁ、これいいのよ、これどれしようかな。ちょっとこれにしようけれども、あのね、スナップチャットっていう、そうなんか SNS、インスタみたいなやつ、LINE みたいなやつ、わかんないけれども、そういうスナップチャットってやつがあるのよ。で、それに最近加わった性別フィルターっていうものが、もういつなんだよ、昨日、おととい、もう最近だと思うんだけど、その性別フィルターってやつが、今なんかすごい流行ってるらしくて、そのためにスナップチャット入れてやってみました。はい。でね、その性別フィルターっていうのは、これただ目がでかくなるやつなんだけど、このね、ノーマルがこの状態ね。この状態から、これはなんか虹がこう、あーって出るやつなんだけど、この右ね、これ、なんか性別を変えるっていうのがなんか売りみたいで、俺は男だから、男が男になるだけだから、これちょっとあんまり変化ないっていうか、まあ一応ごつくはなってるけど、一番すごいのが、俺はまあ男性の人が、これ帽子取った方がいいかな。こうね、女性になれてしまうっていう、これ。これよ。すごい、ちょっと綺麗でしょ、これ。綺麗だわよね、これ。ちょっと俺メガネかけないと見えないからだけど、ほら、こうなってやっても、リアルタイムでちょっとこう腕組んじゃダメだよね。腕組んでこういう感じよ。なんかこういう、ね、すごい綺麗でしょ。こういう性別をチェンジすることができる。
だから、俺の場合はこの女性フィルターで、女性の方だったらこの男フィルター。もう静江さんにもね、ちょっと見せられないけど、静江さんに やったんだけど、それとも静江さんはすげえ男になっててかっこよくなってた。女の子がだからこれやるとさらに面白いから、やってみていただきたい。で、あとね、この女の子フィルターの右にあるこれがなんかね、あの一番流行ってるやつみたいよ。子供になれると。だからまあこれは性別関係ないね、誰でも自分がちょっと幼くなるっていうね。俺いいでしょこれ、中学生 YouTuber みたいな、中学生 YouTuber みたいだったから。あとこれ帽子キャップかぶしたらすごく可愛くなったから、これなんかやってみようと思って、これね、メガネ取ったらごめん、可愛いでしょ、可愛いでしょ。あの興味あるあって、別にスナップチャット登録していいよって人はちょっとこれやってね、一回赤ちゃんフィルターみたいなやってみたらいいんじゃないかしら。でね、これで保存する方法なんだけど、一応やっとくね。こうやってね、タラちゃんこんにちはってこうやってこうか、これね、こう撮るでしょ。たらこの左下の、保存ってとこをこう ポンと押すとカメラロールに入りましたんでね。だからそのカメラロールに入った写真をインスタとかツイッターとかに出せば、あの他の SNS でもシェアできるから。でね、僕が読んだ記事によりますと、僕みたいなねおじさんがこのフィルターを使ってね、こう可愛くパシャって写真撮るじゃん、パシャって撮って、でその写真をマッチングアプリに登録してみたらどうなるかっていうのをなんか調べてみた人がいて、そしたらあの男の人からいっぱいいいねがついたっていう、そういうことも書いてありましたんで、あのまあだから悪用しちゃダメだけれども、だってこれでさ、なんか今服はただの T シャツとかあれだけど、なんか例えば女の子みたいなこう服着てさ、本当にこうやってちょっと手をね、手ここ出すとねバレるから、手出すとバレちゃうから、手は出せないんだけど、なんかこう浮きみたいな、うまくやればこれごまかせるから、こうやって写真撮っちゃえばね。ちょっと俺これ自分で見えないんだよ、これで撮ってみて、どんな感じの顔、お、かわいい、かわいいやん、こいつかわいいやん、普通にいるよね。ちょっと若干だから年齢は感じるけど、いいよこれだから、うん、ちょっと引いた方がいいよ、お、引こう、こうだ、だってバシャーってなったね今。ちょ、おじさん出てきたから、おじさん出てきたから、やだやだこのおじさん、やだ、女の子で可愛い顔作ろうとしてるおじさん、やだ。これでこうしたかったの、引けばいいんだ、これ。あ、これ一番いいんじゃん、今までで。ああ、一番いいかも。ということで、性別を変えるアプリ、性別を変えたりとか、あとは、子供になれるアプリ。ね、これね、お家でみんなでさ、一人登録してあればみんなでさ、こうパシャパシャ撮れるからさ、やってみると楽しいんじゃないかと思います。ということで以上、瀬戸康史よりますスナップチャットの新しい性別フィルターでいろいろ遊んでみたっていう動画でございました。皆さんも試してみてください。それでは、じゃあの。